こんにちは、Gです。今回は部分痛マテのお話。3ヶ月前、マテ 21.10 インビッシュインドラのご紹介をしました。21.10 は通常版なので、現行の LTS は 20.04 フォーカルフォッサです。LTS は2年ごとに更新され、今年は LTS 更新の年になります。4月には次期 LTS22.04 が公開の予定です。22.04 のコードネームはジャミージェリーフィッシュ。ラッキークラゲとわけわからんネーミングです。先週、部分痛コミュニティから嬉しいメールが来ました。ジャミーのデベロップ版が公開されたそうです。早速見ていきましょう。最初に Ubuntu フォーラムで紹介されているデイリービルドを試しました。画面はジャミーのデイリービルド版のダウンロードサイトです。ここから ARM 版をダウンロードして SD に焼いたんですが、全く使えない。ARM 版なんですけど、ラズベリーパイ版ではないようです。そこで使用中の 21.10 インピッシュに手を加えて、ジャミージェルフィッシュへのアップデートを試しました。作業前にベースになる 21.10 インピッシュの不具合が残っているかチェックします。一つ目は周知のトラブルで、HDMI サウンド出力ができない。音声設定でハードウェアデバイスが表示されず、ヘッドホンしか出力できない。この現象は画面のカーネルバージョン以降に発生していて、現在も未決のままです。二つ目は Wi-Fi が高確率で切れる現象がある。このチェックは 22.04 ジャミーの不具合と切り分けるための確認です。では早速アップデートしてみましょう。操作は簡単なのに時間がかかるアップデートです。ターミナルで画面のようにタイプします。一瞬で終わるので次に画面のようにアップデートとアップグレード。これでジャミージェルフィッシュに更新できます。ただ変更点が多いのでかなり時間がかかります。私の環境では約45分ほどでアップグレードできました。アバウトジスコンピューターで見てみると間違いなくジャミーになっています。メニューからざっとアプリを見てみると新規の追加アプリなどはないようです。コントロールセンターも変化なし。プルマを立ち上げて文字入力を試します。日本語も大丈夫です。今度はリズムボックスを起動して音楽再生してみます。ちゃんと再生してるんですが、音が出ない。サウンドの設定を見ると、21.10 と同じでデバイスが正しく表示されていない。ついでに Bluetooth のヘッドセットをつないでサウンド出力を確認してみます。ちゃんと音が出てるんでサウンド設定の表示が直れば問題なくなると思います。
一応リブレオフィスも試します。次はブラウザーです。音が出ないので寂しいんですが、フレーム落ちを見るのに少し流します。この後も20時間ほど動画を連続再生したんですが、安定して動作しました。Firefox 96、いいですね。標準のままでの評価ということで、Chromium は試していません。今度はせっかくのジャミーなので、デスクトップをクラゲに変えてみましょう。あれ？クラゲ画像は一つしかない？元に戻します。画面右上のアプレットなんですが、ネットワークがなくなってる。パネルへ追加を選んでみても適当なアプレットがありません。 Wi-Fi の切り替えなどの方法がありませんが、自動でつながった Wi-Fi は 21.10 より安定しているように見えます。翌日になってソフトウェアの更新をかけたら、当然アップデートがありました。公開までの3ヶ月間はアップデートが続く日々になりますよね。旧バージョンからの変更点については、いろんな噂があるんで確認してみました。カーネルは今時点で変更されてませんでした。GNOME は41、42になるとの噂でしたが、40.5 でした。GCC はデフォルトで変更になったようです。PHP もアップデートしています。OpenSSL は 3.01 がインストール。それから Firefox が最新のバージョン96になっています。ラズベリーパイ関連の情報も少しあります。GSwap が標準でオンになったので、2GB モデルも含め、Pi 4シリーズは全てで動作を約束。また従来モデルに比べ、ラズベリーパイでは高速化されているとのこと。ただし、デベロッパー版なので公式の情報はまだありません。したがって、出荷時には変更される可能性がありますので、ご承知おきを。まとめです。全体に穴がないというか、21.10 との差異がよくわからんということで、面白くありません。デベロッパー版なのに、それだけ完成度が高いんです。LTS 公開までまだ3ヶ月ありますから、今回気がついた小さな不具合も解消されるんじゃないでしょうか。今回のジャミー、サクサク感があって、引き続き評価を続ける予定です。フォーカル程度に安定してれば、ジャミーは SSD 起動サポートなので、
嬉しいですけど、ただインピッシュがひどいんで、ジャミーも小さな不具合が残り続けるなら、もうウブンツまではいいかなという気分です。常用はマンジャロになっちゃってるので。ご覧いただきありがとうございました。今回から録音機材を一新。レコーディングソフトも高機能なものに変更しました。環境ノイズやリップノイズ対策の一環です。地声は同じですけどね。慣れもあるんでしょうけど、時間が倍かかる。それに繰り返し録音で喉が痛い。これ本当に改善なのかな？動画をお休みする言い訳にならないかと考え始める G でした。ではまた次回。